アイスティーの S サイズ、はい、アイスティーの S サイズ、めちゃ並んでるじゃん。入学式か。入学式だよこれ。いやだとしたらさ、みんな大人見てね。あるかな。ない。うまそう。食べる。食べる。後輩に会いましたっていう。じゃあ昼飯行ってきて。はい。バイバイ。あ、行けそう行けそう。めっちゃうまそう。よかったな、みたいに今日の昼食イメージしたらこれ。あ、まさにこれ。いや、俺もここはマジで毎週行ってた。本当に、うん、困ったらここみたいな。いいっすね。1年に1回しか会わない。カツオを焼いてるから。まあ、先日は2つ行ってたから。たまーに家の周りを焼いてた。あー、ごちそうさまでした。ありがとうございます。これ思ったよりピンクっぽい。うん、日が当たると思う。星のコーヒーがめちゃめちゃおすすめの星のコーヒー。これ、はい、なんか違うの？雰囲気がね、いいです。あ、そうなんだ。単純に雰囲気がいいです。あと、よく開いてます。反対側。そうっす、反対側か。反対行きます。どうやって行くのこれ、反対側って。後で見てます。何に使うのそれ。使い分けてんちゃんと。いや、使い分けてない。いや、指紋認証いいよね。あ、マスクあるから。そうね。フェイスがちょっと微妙だよ。めっちゃ美味しそうだった。アイスの、はい、豆の種類はね、はい、オリジナルブレンド購入でお願いします。はい、カロリーオフで、はい、こちらも量になります。あ、控えめでお願いします。はい、ありがとうございます。
お疲れでした、はい、またバイバーイ。会話は控えめにしてもらえる。コアラ？あの耳が水色のやつ？あ、コアラね。